笠岡干宅地笠岡湾干宅地は岡山県笠岡市市街地南方の干宅地の総称である笠岡干宅とも呼ばれるまた当地の大部分を占める農業用地を中心に米ファームまたは米ファームの愛称でも呼ばれる笠岡湾の干宅は国営事業として昭和22年から開始された同市市街地製法の現在番長と呼ばれている 市街地区周辺のものと同じく国営事業として昭和41年より開始された本土から上島に渡るものがあるが現在一般的に笠岡湾管宅地と呼ばれているのは校舎の方である。当ページでは校舎について記述している。笠岡湾管宅地は国営事業として笠岡市の中心市街地南方から上島間に広がっていた笠岡湾を本土側の模型地区から 上島西部、また行く江の浜地区から上島北部まで堤防を築き、干拓により陸地を造成したものである。おおむね水深5メートル以内、1807ヘクタールの水域を対象とした。昭和41年12月より事業を開始し、約22年、総事業費、約300億円を費やし、平成2年3月間全春工した。 これにより上島及びその続投の方、大半は農業用地で約1191ヘクタールある。西方の沿岸部は工業用地に使用され約460ヘクタールとなっている。農業用地はベイファームという名称が付けられ、花、野菜、果樹の栽培などの農業、乳牛や肉牛の落農畜産業などが行われている。また、 名の花畑やひまわり畑もあり、観光スポットとなっている。なお用水に関しては、沿線各市町の工業用水、水道用水と合わせて、溶水源となっている高橋川から延長2 4トルの溶水路を建設して確保された。観宅春工事の平成2年には、完成を記念試食と緑の博覧会が当地を会場にして開催され、翌3年に、 笠岡農道空港が開業。続く同6年に、公園の笠岡太陽の広場が開園し、同17年に笠岡総合スポーツ公園が開業。同20年には、地区内を縦断する笠岡バイパスの速道部分が開通。さらには、同23年に、道道路沿線に、道の駅笠岡米ファームが開業している。平成16年、岡山県と笠岡市で、 共同所有する笠岡湾干拓素資料基地及び干拓地の有効活用のため、市、市議会議員、県議会議員、商工会議所、干拓土地改良区、地元農家、民間団体などを中心に笠岡湾干拓素資料基地活性化促進規制会が発足した。また、笠岡市は笠岡湾干拓地活性化プランを策定し、大地が育む儲かる 農作り、環境に優しい潤しの農作り、触れ合いと癒しの農作りを活性化の三本柱として定めた。具体的には、農産物のブランド化、企業の農業参入、内間作物栽培、原農薬栽培、対比エネルギーバイオマス活用、農産物の直売、市民交流などが挙げられた。この結果、平成18年にはドールが、 干拓地内に進出することが決定した。同社は、現地農業法人、アイラブファーム笠岡を設立し、栽培除草剤無使用のブロッコリーを栽培している。またブロッコリーを中心に100ヘクタール規模の栽培、干拓農家との契約栽培などを計画している。単位はすべてヘクタールとする。干拓地は、平成町、かと東町、かと中央町、かと西町、 株と南町、匠町、港町、交換町の大技に分かれている。笠岡市は行政上の広域地区として農業用地の大技をまとめて平成株と工業用地の大技をまとめて交換と設定している。総人口121人、世帯数39世帯。総人口、世帯数ともなし。ありがとうございます。